ファミコンおじさん歓喜というわけでございましてですね、任天堂ワールドチャンピオンシップスファミコン世界大会をやっていきたいと思います。さあ、時は1980年代後半から1990年代初頭、世界各地でファミコン大会が開催されていました。しかし当時は会場に足を運び必要があり、なかなか参加できなかった方もいらっしゃるでしょう。そこで世界中のプレイヤーが気軽に参加できる現代ならではのファミコン大会を実現しました。それがこの任天堂ワールドチャンピオンシップスファミコン世界大会ですと。はい、プロフィールアイコン、メトロイド、ドンキーコング、パルテナ、 USA、 エキサイトバイク、マリブラ3、リンクの冒険、ブラザーズ2、星のカービィ。なるほど、こん中だったら私一番実はやり込んだのはバルーンファイトですかね。で、キャッチフレーズ、キャッチフレーズか、待てよ、どうしようかな、何かしらの世界一ね、とかどうですかね。待って、ゲーム配信よく見る、ゲームクリエイターになりたい、アーケードゲーム育ち、どうしようかな、どれでも結構なんか経験ある内容ではあるんだけど、何かしらの世界一にします。で、当時好きだったゲームを選びましょう。ファミコンソフトから、わ、マジでこ、え、マジでこれやば。そうです、パッチオくん、マジこれすごない。ワリオの森で、オンライン機能使えます。いや、これおじさん大爆発するぜこのゲーム。いや、だってね。さあ、でタイムアタック、まずはこちら、大会用競技を一人でとことん極めるモード、ネズ版を使っている。でフィニッシュ条件のタイム評価でコインを使って競技を解禁。なるほど、スーパーキノコ早取り選手権、はあ、スーパーキノコを取るまでのタイムを目指す。ああ、なるほどね。あ、やべ、ちょっと待って、ヤギ、待ってムカつくなこれ。ちゃんとコントローラーも出てるんだ。これギリギリ、これさ、ギリギリ引っ張ったらさ、あ、でもいけないか。だからまあしょうがないから、ここは一回ちょ、あ、で、なるほど。え、なに、 A プラス S あんの。あー、 A プラスプラス、結構早かったつもりだけどね。あー、まあ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 、いいでしょう。で、ソードさ、授かり競争、ソードを手に入れるまでのタイムを競う。こんなもん、こんなもんさ。で、いつ、ダンジョンストゥーグルアロンテイクディスでリリリーでしょ。まあそんなもんよな。で、まるまり早まり競争、まるまるまでの時間を競う。あー、一回左側に行ってそれ取ってからってこと。はあ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 。なんで、あ、待って、うわー、悔しい。なので長押しか、ちゃんと。で、あー、もうボール取るところまででいいんだ。で、はしご早登り競争、はしごを一つ登り終わるまで。ジャンプもできるよね、もちろんね。はい、もうそんなもんだろう。で、パルテナの、敵を4匹倒すまで。はいはいはい。なのでパルテナもね、なんだかんだでゲームマスターでやりましたからね。うん、あ、 A だ。もうちょっと詰めれるんだ。なるほどね。あー、そこで引っかかってる時点でタイムロスですね。なるほど。で、次がフリーフォールチャレンジ、ドアに入るまでのタイムを競う。これどこだったっけな、右側にドアがあるから、だからここら辺、ここら辺で、あー、くー、いや、今のだったら、分かった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 、だったら左端で待った方が早い。で、次の見切れが、やべ、上が押せてね。
だからこれここの左側で待っといて、で次のフォールが終わった。ほら来た、これ相当早いよ今ので。初めてのターボ競争、オリジナルトラックを一周するまでのタイムを競う。あーちょっと不安だな、エキサイトバイク。まあ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 、とりあえずこんな感じでウィーってして、あー待って、最初からターボ B でターボって、あーガソリン使っていいんだったらいけるのか。なるほどね。いやだったら上にスピード板があったから、こういう感じで、でちょっと抜いて、ここら辺でまたターボ効かせて、ビュイーンっていって、あーなるほど。2フロア到達。あー。でも、これはさ、やべ。はい。あー、そうですよね。今のはちょっと。なんで、やべ。まあ、それでも A プラス A か。A プラスプラス出ないか。こう。おー、いいですね。で、風船1個早割り。あ、バルーントリップ ?1 個割れるんでしょ?もうこんなことでしょ。で、どこだっけ?左、この上のとこだっけ?うわ!今の反対に逃げたのは悪質な遅延行為じゃない?な、ここ、こうして、ほいー。こういうことね。で、魔物3匹早割り勝負。ほう。やべ。あれ?あ、しゃがみ剣振りだ。しゃがみ、わび。だから、しゃがんで剣振って、で、とりあえず、こう、おわ、S あったS 出たけど S あったってことが発覚しちゃったな。毒味競争、毒キノコに触れるまでのあれでしょ、この字になってるところの中でしょ。あれ違うか、ここだ。そっか、だから真ん中か。え、面白い。だからこれもガン無視して、うわー、リトライ欲しいな。これリトライないの？ポーズはできません。そうね。はい。わーおー。これリトライ超欲しいね。待ってね。で、うい。オッケー。で、初めての吸い込み競争。敵を吸い込むまで。はいはい。だから、やべ。あー。まあでもこれで、基本的な種目自体は遊びましたと。で、今のやってる大会の種目。はあはあ、世界ランキングとサバイバル対決ってのがある。で、サバイバルは最後の一人になれば優勝。はいはいはい。で、バッチコレクション。いろんな条件でバッチが増えてくのね。だから実績みたいなことだ。はい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 。で、設定、ちょっと待ってよ、生まれ年ランキング、操作方法の表示、サバイバルのゲーム大会、自分だけ大きく、んで、タイムアタック、自己ベストいらないかな。で、できればキーアサインいじれたら嬉しかったけど、特にないんだもんね、きっとね。さて、とりあえずゲーム買っていくか。地下コインぜ、コイン全取り競争。はいはい。おぉ。まあ、基本的には A プラが出たらいいものとしよう。大階段駆け上がり。ああ、はい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 。ちょっと待ってよ。ここな、つまんないように行くってやつだろ。まあまあ、A プラだから許容するか。で、次がハテナブロック5連打競争。なるほどね。で、
やっべなあ。まあ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 、とりあえず A は最低にしよう。で、地下コイン、早取り競争に。はいはい。あれだもんね、あそこのブロックのはいいんだもんね。はい。これで A プラか。で、ワールド1の1、ゴールポールに捕まるまで。あー、なるほど。1の1の完全最速プレイね。いやー、だからもう、いかにつまらないで、あー、いけるかっていうことよね。だから、取ってる暇がないもんね。そうなると。やーっと、待て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 。ちょっと待ってよ。だーっと。はい。あー、まあ、A プラか。いいでしょう。で、次が、20ブロック早壊し対決。おー。はい。2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 A プラスか。で、クッパ城最速。あー、なるほどね。1の4か。1の4なんかはね、結局ファイアーバーをどうやってこなすかっていうところの考え方次第にはなっちゃうかなとは思うんだけど。はい。あ、やべ、隠しブロックか。あー、もう邪魔くさーい。 A プラスではあるけどもと。で、これはジュゲム逃げ切り競争、ゴールポールに捕まるまで。あー、なるほどね。でもあれか、ダメージ食らった時のジュンジュンジュンも行っちまえばペナルティーだもんな。4の1ね。警察にワープした時にすぐにここにぶつかるのよね。そうそう。1の2でワープした時に一番進めるのが、1の4になっ、あ、4の1になっちゃうから、そうなると4の1っていうのがワープの筆頭ではあるんだけど、いきなりこのジュゲムと対峙しなきゃいけなくなるっていう状況になるからしんどいね。オッケー！ S が出るといいね。んで、30コイン早集め。なん？ 1 の 1？1 の1で30コイン早集めか。1の1で早集めか。ってなると、やべ。あー、ごめんなさい。え、あ、うん？あ、LR 押すとリトライできるんですね。多分最速狙うのであれば、ここから、あれ？そうだよね。で、ここで、少なからずコインを20枚。あ、やべ、違うな。ん？だってここに3枚しかねえべ。ここに3枚しかなくて、でもあの流れでいくと積むよな。で、待てよ。でも、コイン？だって、ここにあるのもな、3枚だろ？で、そこのブロックの中に、あ、違うわ。え、30枚どこだ？とりあえず、これで3枚貯めといて、入るの確定だよな。だってここの中入れば22。あ、別に1の1っつってねえってこと？ 1 の1で集めろ、集めきれとは言ってないってことこれ。いや、そうなるとこのパラパパラパパーパーが邪魔くせえな。邪魔くせえな。うわー、花火まで出ちゃった。そっか、あれか、揃ってんのか。パッパラパッパっていう。で、待てよ。そこで4枚だべ。で、4枚あって、そこで終わりか。はい。A プラスね。まあ、A プラスならいいでしょう。ワープ土管4に入るまでの時間を競う。はい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 。これどこから上に抜けるかっていうのが悩みどころっすね。いや、嘘。いや、待って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 、そんなことない。
コントローラーだって、絶対コントローラーだって、俺そこまで劣化してないって。本当はここから上に抜けちゃうのが絶対一番早いもんな。だからあー、うん、あー、そこでちっちゃくなっちゃってると結局そこで上に抜けらんないんだよね。まあ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 、一回ね。でここ抜けて、ですぐに U ターンして、あ、まあ A プラスか。で水中面、ワールド2の2最速競泳、はあ、水中面か。まあでも水中面なんかはな、やること変わんねえからな、ひたすら右進行よ。なんでもうこれをこうやってずっと進めていくっていう。おい、もうしょうがない、ワンペナはもうこれで食らわなきゃどうってことねえんだから。あー、そこで止まっちゃったけど、待てよ、あぶねえ、で、あぶねえ、で、そうだよね、歩いた方が遅いんだよね。いやでも、おう、 A プラスならまあ、で、あー、プクプク出てくるとこだ。7の3、さて、うん、とりあえずチョビジャンとか駆使して、やっぱパラッパ、あー、はい、いやいやむずいな。そうでもね、いやー、まあ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 、まあ、でもそのデュンデュンデュンしたらロスタイムなんだよな。はい、いいよいいよ、あ、バラッパッ、くそむずいな。はい、待てよ待てよ、でそう、そのノコノコがちょっとクセモンなんだよな。んでまあまあ取れねえから、時間目指したらジャンプしても横の移動スピードに関しては一切落下しないはずだから変わんねえね。あべー、おそう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 、はい、まあまあまあ A プラスならいいでしょう。で最後が、あ、300枚、高いね、ものによりけりだけど、マリオ USA やりたいな。マリオ USA、野菜一本抜き競争、え、それをってこと？これの S 何秒だよ。んでキノコ早取り、あー、キノコ早取りか、確かこの2個の横だからこんな感じだよね。いやー、あれですよね、年齢によっては何やってるか分かんないんですよね多分ね、あの本当に申し訳ないですよね。んでよいしょ、ほいほいと、オッケー、 S ランク、キャサリン撃破、キャサリンマリオか、はーい、んでよいしょ、ほい、待てよ、ほい、いやでもゲームマスターでやったタイトルが多いのちょっと面白いっすね。うい、あ、中に入るまでか、オッケー、 S ランク、さあっていう、この控えめなやつからやっていけばいいのか。で、せっか、あ、バッチコレクション、あ、なるほどね、 A ランク取れればとりあえず並んでいくのか、いいねいいねいいね。でプロフィールアイコンを買えばいいんだもんね。世界ランキング対戦やってみようか。何回でもやるのは可能と、はい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 、で通算出場回数と、あ、どんどん増えてるね、行きましょう。というわけで、待ってね、1の1、足場早登り、鍵のドア早開け選手権、あ、それぞれなのか、いいでしょう。というわけでスーパーキノコ早取り選手権も、これねどうしようもないですけどね、このゲームね。あー、やっぱり無理だよな。あー、いやこれ難しいよ。
だからそこでもう減速してた方がいいんだよな。減速してて反対に向かって喋り走り出すぐらいの方が良くて、いやー奥から回った方がいいのかな。それクリボー1回組んだ時点でロスタイムなんだよね。 4.73 秒、まあ速くないとは思ってるけど、これで、あ、ないとかないですよっていうのは出ないんだ。でオクタロック全倒し競争、はいはいはい、いきます。そうっすよね、これそうっすよね。お、これ結構早いんじゃないですか、 2.73 は。で、ワールド1最速競争、ちょっとさっきねちょっと不甲斐ないスコアだったんでちょっと頑張りたいですね。なのでもうキノコとか当たり前ですけど、でギリジャンも成功させました。でそこ上、あーっと変な飛び方しちゃいましたね。でそこもいいですよ、いいですよ。あー最後がちょっとグダグダ、でも自己ベスト更新ですね。まあ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  S ではないですが。で次が足場早登り競争、はい、右の扉にあるゲートを目指そう。あーごめんなさい。はい、あーっとんで、あーよいしょ、あーっとと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 、ようできとるなメトロイド。んでよいしょ、はい、あーっと変に焦るぐらいだったら待った方がいいまであるんですね多分。あー待って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 、よいしょ、あーで、うい、 A プラスっすか。これはまだまだ時間短縮できそうですね。で最後鍵のドア早開け競争、 USA で鍵を使って、ルイージなんだ、鍵を使ってドアを開けるだから、でこれはあの下にあるスクロールバグ使うと高速化するんですよね。でこれ自体は良くて、ここだっけ、あーこれだ。で、あーやべ、あールイージってあんまり USA 使ってこなかったな。で別に食らってもいいので、いやこれもっと最速出ます、最速出ます、全然壺の場所分かってなかったんで25秒は切れると思うんですよね。でよいしょ、とりあえずこれ自体はこうじゃないですか。でどうしようかな、あまあいけるか、よいしょ、おお、いいですね。OK です、OK です。さあ、という感じで、とりあえず、それぞれエントリーができまして、今回のは、22日月曜日までの状況になると。で、生まれ年ランキングも発表される。なるほどですね。サバイバル。ゴーストと対戦して3試合やってどんどん減っていくっていう話らしいんですけど、ちょっとねこれもねやってみたいと思いますが、時間がいいところなので次回の動画でですねこちらの続き遊んでいきたいと思います。皆さんも興味があったらですね3800円とですね手が伸ばしやすい価格なのでぜひとも遊んでみてください。というわけで次回また。